ヨーロッパ大盆地巨大カナリーワ岩,岩石区、大陸近く延長部海洋近く、0から20マ20から65マ65マ東、ヨーロッパクラトンは、構造地質学におけるクラトンの一つである。現在のバルティカ大陸資源プレートの中核であり、三つの地殻区域、北西のフェノスカンジア縦上地、東のボルガウラルクラトン、南のサルマティアクラトンから構成される。 非常に広大な地質学的区域である。東ヨーロッパクラトンを構成するフェノスカンジア縦上地はバルト縦上地を含み太古代と原生代初期の雑多な地殻の寄せ集めである。サルマティアクラトンはさらに古い太古代の地殻からなる。ボルガウラル地域は堆積物で厚く覆われているが深部への掘削により、 ほとんどが太古代の近くであることを明らかになっている。東ヨーロッパクラトンにはフェノスカンジア縦城地、バルト縦城地とウクライナ縦城地という二つの縦城地がある。ウクライナ縦城地とボロネジ3階は南西と東側は3.2から3.8がの太古代の近くから構成され、その他の地域は2.3から2.1がの 現世代初期の作り山帯から構成される。中央ロシアのウラル山脈は東ヨーロッパクラトンの東の端にあたり、現世代末期の東ヨーロッパクラトンとシベリアクラトンの作り山型の衝突の痕跡である。中央ロシアのクラトンの南の境界はサルマティアクラトンが現世代の厚い堆積物とアルプス造山運動により地中深くまで埋められる箇所に相当する。 間に挟まった、古生代後期のドンバス終局帯は、サルマティアクラトンを横断して、これをウクライナ縦上地とボロネジ山海に分割している。最も特徴的な東ヨーロッパクラトンの物理地質学的要素は、その幅 3000km に及ぶプラットフォームを覆う、広大な厚さ 3km あるいはそれ以上のリフェアン、堆積層である。これは、基板岩が露出した、 バルト縦上地の北西部分と南西にあるウクライナ縦上地との間で鋭いコントラストを示している。リソスフェアの厚さもウクライナの150から 200km、ロシア南部の 120km、バルト縦上地北西部分の 250km 以上というように場所により大幅に変化し、これに伴って近くの厚さも非常に大幅に変化する。 クラトンの中にある縦上地はすべて露出した結晶性の地殻である。これに対してクラトンのプラットフォームの部分は結晶性の地殻あるいは基板岩がより若い堆積物により覆われている。したがって東ヨーロッパクラトンの地殻はバルト縦上地及びウクライナ縦上地と堆積物で覆われたプラットフォームの基板岩から構成されることになる。東ヨーロッパクラトンは 大部分が初期の深いマントルプルームに起源を持つ広大な現世代と古世代の地高を伴う非常に複雑なプレート活動履歴を持つ。ありがとうございます。